と思ったらなんか怪しいなサイちゃん。オーブか。あ、今まで集めてきたやつ。え、これ関係すんの？そんな大事な何かなのか？ヒュヒュヒュン。収まってる。なんと収まりのいい。なんか来た。何これ。雰囲気が違う。きっとこの先にカインがいる。行くぞ。うわあ。何？ワープするのか？おお。みんなそこって感じがする。ここは。カリン？ああ、いる。泣いてる？ごめんよ、だいぶ待たせたな。来ないでくれる？何よ？どうして？どうして私がモコモコなんかと。心の声までなんかカリンっぽくなってるけど。これ本人なのか？なんかいるけど。こいつのせいなのか？お前は？我が名はアクナビート。お前が感情を連れ去ったのか？いかにも。感情を変えて。人間とモンスターが交わろうなど、たわごとにすぎぬ。何を？貴様のような中途半端な存在といてはこの子が不幸だ。何を？あんたカリンの何なんだよ。お前という存在のせいで、この子はこの先、悩み苦しみ続ける。この子は解放されるべきなのだ。お前という存在から。だから私はこの子を操りここへ連れてきた。お前のことを忘れるまでの間、この子はしばらくここで預かる。お前それヘイゼルさんにちゃんと許可取ったんか？お前はその間に町から去れ。そしてこの子のことを忘れ、お前が本来いるべき場所で生き続けるのだ。俺がいるべき場所はここだよ。立ち去れと言ったはずだ。いいのかお前。俺の双剣裁きにビビるか？僕はカリンを信じる。仕方あるまい。お、やるか？身のほど思い知る。でも普通に強いのかな。ここまでやって負けるのも嫌なんだけどな。水属性向こうはここで使うべきだったかとか考えてみて。へい、逃げんじゃねえ。身のほどを思い知らせてくださいよ、ほら。ほらほら。全然痛くないぞ。あれ？覚醒？おやおや、アクナビートさん、もう覚醒しちゃったの？ほい。なんか、ふいふい浮いてるけど。わお。なかなか面白いことしてくるね。でも全然痛くないんだけど。多分これで気絶とか食らわない限りは、よっぽどやられないでしょうね。えい、えい。何これ？謎の力に。押し返されてるんだけど。そんなにやったら死んじゃうよ。諦めるもんか。こんなやつのいいようにされてたまるか。大丈夫、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 大丈夫。大丈夫。まだまだ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 。ん？おお、やったか。え、攻撃しない限りずっと止まらなかったのか、これ。さすがにワンチャン負けるかもしれないと思ったよ、これは。ドーン。で、こいつから胸びれも、羽びれもらうのか。ようやくわかったよ。いろいろ謎が解きて、ちょっとスッキリしたけど。カリン。イムを。気にすんな。あのよくわからない理由のせいだ。謝ることないよ。そう。それじゃあ、もう謝らない。それでいいよ。なんて言えるわけないじゃない。あんなにひどいこと言っちゃったのに。本当にごめんね。大丈夫だよ。確かに少し悲しい思いはしたけど。でも信じていたから。だからどんなことがあっても僕は平気だよ。ありがとう。妹くん。見てるか水流。おお、見てるねお前。消えたんじゃなかったんだな。お前の愛は本物のようだな。何しれっと出てきたお前。こんなひどいことをしておいて。ひー。登場の仕方が騒がしいんだよお前は。もうちょっと静かに出てきてくれ。こいつ、もう私に戦う意志はない。少し話をしたいんだ。俺にはあるぞ。お前これから何回も通って羽びるたくさんもらうからな。何？すまなかった君を利用して。私は花を咲かせたかったのだ。シアレンスの花を。あの木は種族を超えたつながりを糧として花を咲かせる。このまま花が枯れないとこの地は枯れ果ててしまう。しかし人と遊郭人が一緒に暮らすことはなくなってしまった。その橋渡しをした妹君になんでそういう、こんなひどいことをするの？そこで一気を案じることにした。その要が君だよ。
人と遊郭人どちらの気持ちも理解し合えるものが必要だったんだ。私は君の記憶を奪い、この地に居つくように仕向けたとんでもねえ野郎だな、こいつ。え、全部こいつのせいだったの？君が人と遊郭人の駆け足になってくれるかは鍵だったか。心を紡ぎ、そして愛する者のために危険を顧みず私に挑んできた。どうやら私の目に狂いはなかったようだ。腹立つな、こいつ。君は申し訳ないことをしたと思っているよ。この地のためにとはいえすまなかった。そういうことだったんですね。だが許さん。もし君が望むなら、最後の記憶とともに君をふるさとに送り届けるかどうする？なんでそこでこの選択を出してくるんだよ。え、カイニと一緒に結ばれるのは許さんっていうのは変わらないの？もしかして。遠慮します。置いてはいけない大切な人がいますし、それにここはもう僕の故郷なんです。君ならそういう気がしだよ。本当にそう思ってるかお前。これでようやくシアラスの花が咲く。ひえー。消える時も音がうるさいな、こいつは。おお。かっこいいね。力強いぜ、妹くん。これで一件落着かな？おお、ここで来るのね。豪華な結婚衣装ですね。カイン、おめかししてる。かわいいね。よし、これで無事一件落着かな？秋になっちゃったけどね。でもまあ、これはこれでなんか、結婚式にふさわしい、過ごしやすい季節の中、式を迎えられてよかったんじゃないかな。なんか、カリンの、このウェディングドレスも赤色なのは、秋だからってことでもないでしょうしね。ちょうどなんか、この赤色の似合う季節になってよかったんじゃないかな。たまたまでこんな綺麗に、赤色になることもあるんだね。お、みんな迎えてくれてるね。これから妹はんだけやので、家族全員で買い物に来てな。お任せくださいよ。ちゃんとたくさんクズ鉄を用意しておいてくれよ。全部買い占めるからな、俺が。今おはんかにはん。その姿、ようお似合いです。本当にね。これはやっぱりエリザさんが用意してくれたのかな。理想のお嫁さんになってね。みんな笑顔で祝福してくれるな。僕はお婿さんだけどね。これは最後にヘーゼルさんのとこ行くのかな。ショコラたち、グルテンさんにもだいぶお世話になったな。今度お二人でうちの食堂に食べに来てくださいね。でもここでご飯食べるとき、一回もなかったよな。あたいも早く結婚したいな。そんな日も来るのかな。甘いものが食べたくなったらいつもうちに来てよ。その時はぜひレシピパン以外を焼いておいてくれ。カリンと関わりの深い人たちはこれから会いに行くことになるから、そこはちょっと変わるかな。お、遊郭人集落の人たち。いや、お世話になりましたね。まったくあの水流と来たら、本当にご迷惑をおかけしましたよ。羨ましいぜ。末永くお幸せに。おお、ありがとうございます。グルーファさんは？お似合いですね。メディティ、ウィル君も祝福してくれてる。この子にもメディティという感情はあるんだな。ウィル君もそのうち大きくなって結婚するのかな。お、みんないるね。みんなにもお世話になってね。マジョリさん本当に助かったよ。いつでもうちに来るといいわ。遠慮します。うちにも薬学代あるんでね。どんぶり夫婦喧嘩に勤しむといいよ。薬は用意しておくからね。なんかその怪我をする前提みたいなのはやめてくれないかい。おめでとうございます。おー、エリザさんは進行あるからカニと会話できる？アニメーションを用意できませんでしたが、子供服の勉強はしておきますね。あれ？じゃあこれ誰か別の人に用意してもらったのか？それはちょっと、確かにな。まだちょっと気が早いぜ。それだけは何としても、エリザさんのセンスはダメだってこと。そこは多少は認めてあげてもいいと思うんだけど。おー、やっぱり。ソフィアからの祝福だ。おお。おめでとうございます。これからもどうか。お幸せにですよね。ここはそうだね。この癖とはいえ反転で喋るのはちょっとな、演技悪いもんな。こちらでカルロスの兄貴たちだね。
この二人のおかげで、この二人の目撃情報のおかげで、妹くんもな、カニのところに行けたからな。見せつけちゃってさ。おめでとう。俺より先に身を固められちまったのは少々尺だかな。カラスの兄貴もいい人見つかるといいな。正直、イオンが先に結婚しないと、心配で心配でカルロスの兄貴の方は身を固められないとかありそうだけどな。そのあたりも、なんか今後変わっていくのかもね。二人とも武器欲しかったらいつも俺に言ってくれよな。ありがたいけれど、妹くんが多分全部自分で作ることになると思うよ。おめでとう。おお。子供のためには、たまには、頑張ってね。友達はみんな同じことを心配してくれてるんだな。あの三人もいつもね、一緒にいたからね。なんか感慨深いですね。そしてお母さんだ。あんたもついに結婚か？この前まであんなに小さかった気がしてたのにね。いつの間にか大人になってたのよ。本当にヘイゼルさんからしたらあっという間だろうね。思っていることを口にしなよ。何か腹に抱えてるなというのはバレるんだな。泣かないで。ありがとうね。さて、次はダリアさんか。ダリアさんからどんな声が聞こえるんだろうな。アナイメーションは全くレインボーではありませんが。わお、急にレインボー出さないでよ、もう。びっくりするでしょ。私の芸術が必要になったらいつも言ってね。確かに二人の新居に新しく、レインボーな家具を置くとかは良さそうですけど。おっとっと。花畑。ここはシアさんたちではなく二人の時間かな。あ、こういうことになるのね。ウィルズさんが見届けてくれる感じかな。こういうことになるのね。お幸せに。では、始めよう。何時、彼女を妻とし、辞める時も、健やかなる時も、死が二人を分かつまで、永遠の愛を誓うか。おうよ。誓います。何時、彼を夫とし、辞める時も健やかなる時も死が二人を分かつまで永遠の愛を誓うか。誓います。よろしい。うん。新たに生まれし若き夫婦に穏やかな風の導きと大樹のご加護があらんこと。幸せにするよ。うん。ありがとう。最後に困難を越えたから、乗り越えたから、なんかひとしおだな、これも。あの推理は許さんけどな。お、ということで、これでエンディングかな？ルームファクトリー3スペシャル。よかったー！いやー、最後まさか、ねえ、推理との対決が待ってるとは思ってませんでしたが。はい、ということで、ここまでご視聴。ありがとうございました。ルームファクトリー3スペシャル。いかがだったでしょうか。いやー、いいゲームだったな。最後の方にまた新しい追加のダンジョンが出てくるということで、まあ、シアレンスの迷宮がね、この、高難易度ダンジョンの全てを担ってくれているのかなってちょっと思っていたから、まあ、全体のストーリーのボリュームとしては少なめなのかなと思ってたんだけど、いや、まさかちゃんと数量出てくる追加ダンジョンもありましたね。結婚のタイミングで出されるのはだいぶびっくりしましたけど、重ね重ね。でもまあ、このね、それまでに培ってきたもののおかげでスムーズに攻略もできましたし、その辺は良かったのかなという感じがしましたね。野菜不足にはちょっと悩まされましたけど。本来は多分あのダンジョンの中でも、畑をもっとガンガンに活用して、たくさん作物育てて楽しいねっていうこともできたんでしょうね。なんか実際問題、キュウリの出来上がりがやたら早かったような気がしましたし。なんか、あれなんですね、畑のチュートリアルか、なんか説明文のどっかに、ダンジョンの中には出来上がりがすごい早い畑もあるかもしれませんよっていうのが書いてあって、そんなところあった気かなって思ってたんだけど、多分その最後の水流の遺跡のところだったんでしょうね。
あの辺を早々に解放して、あっちで畑仕事頑張るとかも、やってみると楽しかったかもしれませんね。そんなこんなで、ルーンファクトリー、長いことやってきましたが、まあ、やっぱり、先にも話した通り、話題じゃねえや。ボリューム的には、やっぱり DS の頃のゲームということで、まあまあなのかなという感じがするんですけど、でも、よくよく考えたらこれ、ヒロイン候補がすんごい多いんですよね。シアさん、カリン、トゥーナ、ソフィア、ショコラ、サクヤ、ベルシャ、イオンもいるしね。そのたくさんのヒロインの中と、いろいろで、たくさんね、こう中を育んでいって、最終的には、まあ、みんなあの一波乱があるのかな？あれこれあって、それで、こうやって結婚して、さらに、シアレンスの迷宮でも大冒険ができると。まあ、スペシャル版で、すごい追加されたダンジョンとかがいっぱいあるわけじゃないでしょうから、DS の頃からこんだけボリュームだったんだなって思うと、なんかすごいゲームだなっていう感じがする。ルーンファクトリーは、牧場物語の派生作品ということで生まれた作品で、今やルーンファクトリーシリーズとして、こう、このシリーズのファンという風にもついている人多いと思うんですけど、もともとはその派生作品だったっていうこともありまして、最初のうちはなんかね、こうバグが多いとかで、いろいろと大変な作品だったというイメージもあり、このルーンファクトリー3が、このそれまでのね、いろいろ大変だったところ、いやー、内容はいいんだけどバグがなーって言われていたところを脱却し、一気に高い評価を得た作品だっていうのは前々から聞いてはいたんですけれど、なるほどなーという感じがする。このルーンファクトリー4をちょっとかじっていた身、そしてルーンファクトリー5をクリアまでやっていた身としては、この時点でこれだけのルーンファクトリーが出来上がっていたんだなーっていうのを、今になってではありますけど、実感できてとても良かったですね。このヒロインの女の子たちの印象が、個人的には結構幼めだなっていうのが、とても印象的でしたね。まあこの辺はなんというか、自分が年を取ってそういう風に見えるようになってきたっていうだけなのかもしれないんですけど。このシアレンスの街自体が結構閉じた世界で、周りとの交流もあんまり多くなかったですし、まあそれは集落もね、遊郭人集落の方もそうだったと思うんですけど、まあそういう交友関係の幅の狭さみたいなところが、このキャラクターそれぞれの個性が際立つような要因になっていて、この周りのね、ヒロイン候補たちも、それに見合ったと言ったらあれですけど、そういう精神年齢のどこか少し幼い要素の残るキャラクター性に繋がっているのかなという感じがしましたかね。今回一緒に添い遂げることになったカリンもそうですし、やっぱりなんか、大人になる途中みたいな、まだまだ未熟な部分があるキャラクターをなんか妹くんの目を通してその人となりを知っていきながら仲良くなっていって、それでこの人はとても人間的に魅力的だなというのを感じる場面が非常に多かったっていうのが印象的でしたかね。だから逆に牧場物語はもう少しなんか独立しているというか大人になっている人っていうイメージが少しあったんですけどね。まあそちらはそちらでキャラクターの成長とかいろいろ感じるところあったと思うんですけど、ルーンファクトリーはより、なんかこう、大人になっていく途中段階の人っていう、そういう人たちとの恋愛が楽しめる作品になっていたような感じがしましたね。カリンもイベントを経ていろいろと考え方があるんだよっていうのが見えて、で、その中でもがいているっていう姿を見て、なんかそこからすごいいいなって思ったっていうのありましたしね。第一印象はなんかすごい、サボり魔だなっていうこの印象。あれもめんどくさい、これもめんどくさいっていう、上っぺだけを見ているとそういう感じになっていて、母親のヘイゼルさんから散々怒られているっていう、なんか俺自身を見ているようで少し直視したくない存在みたいなところも若干あったんだけど、いや、なんというかね、付き合っていけばいくほど魅力を感じる、そういう素敵なキャラクターだったのも良かったですね。何はともあれ、ひとまずこの妹くんと共に歩んでいくルーファクトリー3スペシャルはここまでとなります。まだまだやり込み要素として遊べることもあるでしょうし、それこそ子供が生まれてその先楽しんでいくとか、この子供と生活をね、一緒に過ごしていくとかっていうのもいろいろあるでしょうから、その先を楽しんでいくこともできますし、あとは、これ込みでは動画にしようとするつもりはなかったっていうことで、アナザーエピソードとか、あとは新婚モードとか、
この3スペシャルで追加された方ですね、多分新婚モードに関しては。4で人気があって、追加された要素っていうことでいいのかな？そういうのもありましたが、そちらに関しては、ぜひとも、皆様の目で確かめてみてほしいなという感じがする。まあ、俺自身でやらないというわけではないんですけど、まあ、すぐにやるかどうかはわからないというところも含めて、ぜひこの面白いルーンファクトリー3スペシャルという世界に興味を持った方は、実際手に取って、進行モードも追い抜いて、俺が先んじてやってしまうぜぐらいの気持ちで遊んでみてほしいところですね。それぐらい人におすすめしたくなるような面白いゲームでしたと。いうところで、And you?ハッピーウェディング。無事エンディングを終わったところで、今回ここまでとさせていただきましょう。ちょっとだけなんか後日談みたいなのが見られるかな？来ましたね。今日からここがカリンの家だよ。今日から妹の奥さんになるのよね。なんかちょっと変な感じ。不安かい？でも、嬉しい方が大きいかな？お、これから何と呼べばいいかな？恒例の来ましたね。犬、何これ？何なのもう。僕、やっぱりちょっとどっかずれてんだよな。なんか微妙にコミュニケーションのうまさを、なんか活用してちょっとふざけるんだよな。まあそれも妹くんのいいところなのかもしれないんだけどな。犬ではないだろ？旦那様はちょっと呼ばれた気もしなくはないんだけど。あ、これ自分で選ぶっていうのはないんだな。まあ妹って呼んでもらおうかな。じゃあ呼び慣れてる方、ん？慣れてる方が呼びやすいしね。これからもよろしく。という感じでございました。まだまだこれから生活は続いていきますが、ひとまずシリーズとしてはここまでとさせていただきましょう。大事に大事にセーブをしたところで、改めましてここまでのご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。